異世界転生って知ってるか？どんな因果で選ばれたのかそこんとこはよくわかんねえけど、神様の手違いの事故で死んじまった俺は別の世界で新しい生活を送ることになるらしい。知ってるか？この転生を司る女神ってのはすっげえ美人なんだぜ。でもその女神の記憶も俺はこれから失うんだ。もう顔も思い出せなくなってきた。目いっぱい考え抜いた初期スキルを持っておいたぜ。この世界の今までの生活も記憶も思い出も全部大化にくれてやった。なあ、新しい世界でお前は思いっきり好きに生きてくれよ。頼むぜケルビン。どこだ、ここ。何なんだ、これ。ここが、異世界だっていうのか。パンプ様、おめでとうございます。あなた様は厳正なる抽選の結果、異世界への転生権を獲得しました。転生前の自身に関する記憶は残っておりませんが、了解は転生前にいただきましたのでご安心ください。は？転生？マジか！やば、本当に自分のこと何にも覚えてねえ。じゃ、何してるの転生前の俺。ここは剣がつばぜり合いをし魔法が飛び交うファンタジー世界です。今あなた様は転生前に選択していただいたスキルを得得されています。詳しくはこちらのステータス画面をご覧ください。おお、支援型に徹してるな。レベルアップ時の恩恵もすごい。どうやら俺は相当のゲーム好きだったらしい。だってものすごくワクワクしてるもの今。悪く言ってすまなかった、転生前の俺。召喚師か。それでは手始めに近くの町に行きましょうか。ギルドがございますので、そちらで冒険者登録を行うのが良いかと。じゃあ早速行っちゃいますか。いざ最初の町へ、レッツラゴー。さっきから普通に会話してますが、メニューさん、あなたも来るのですか？記憶がないのでしたね。こちらをご覧ください。ん？初めてですよ、転生を司る神である私に配下になれとおっしゃった方は。責任取ってくださいね。何してるの転生前の俺。あと会話できているのは召喚師と配下間の意思疎通になります。どうやら俺は事故で死んでしまったらしい。もっともこの事故はメルフィーナとは別の神様の手違いだったらしいんだが、そんな神様が転生を司る神であるメルフィーナに特別措置を求めてきたそうだ。でそのメルフィーナに対面したところで俺は一目惚れをしたらしい。今はメルフィーナの声しかわからないんだけどね。あなた様はスキルを選ぶなり私に契約を迫ったのです。君に惚れた、一緒に来てくれ。とうとう小一時間口説いてくださいました。私もこの役職について数百年少々飽きを感じておりましたので、その案に乗らせていただきました。神にも安息の時は必要なのです。いわば有給休暇です。仕事は部下に投げてきたので大丈夫ですよ。かれこれ数十年分休んでおりませんし、そろそろ充電しませんと。俺の転生は旅行扱いか？それなら記憶を返してもらいたい。
転生前の自身の記憶の消去はあなた様が決められたのですよ。スキルポイントが足りないから記憶を対価に増やしてくれとおっしゃっていましたね。俺は惚れた相手に何を言ってるのだ。記憶をなくしたら惚れるも何もないだろうに。記憶をなくしても俺ならまた君に恋をするなんて甘いセリフもありましたね。あまりに一直線だったので不覚にもキュンとなって許してしまいました。好感度プラスです。おめでとうございます。もうその辺でやめてくれ。記憶はないけど自分の黒歴史を見られたような気持ちでいっぱいだ。不覚だがメルフィーナはそれほどまでに俺の好みの容姿をしていたってことか。そう言われるとだんだんとメルフィーナの姿を拝見したくなってきたぞ。もう契約してるってことはメルフィーナを召喚することができるのか。今は不可能です。実体化に必要な MP が圧倒的に足りていません。あなた様のご成長と斬新な告白を楽しみにしております。告白はせんぞ。さああなた様、ギルドが見えてきましたよ。やってきました、冒険者ギルド。なかなか立派な作りのお宅です。それでは中を拝見してみましょうか。本日はこちらを確認の上、こことここにサインをお願いしますね。お疲れ様でした。依頼完了の報告確かに確認しました。こちら今回の報酬になります。次の方。こんにちは。本日はどのようなご用件でしょうか。冒険者の登録をしたいのですが。登録ですね。かしこまりました。それではこちらの用紙にご記入をお願いします。代筆は必要ですか。大丈夫です。言語理解、文字の読み書きも転生により習得済みである。あなた様ちょっとお待ちください。職業は召喚士と書くおつもりですか。え、なんかまずかったりするのか。この世界の召喚士は国に一人いるかいないかの激レアジョブなのです。もしあなた様が召喚士だと広く知られることになれば国のお偉いさんにすぐに目をつけられてしまうことでしょう。なるほど、それはまずいか。なら職業は緑魔導士としておくか。ケルビン様ですね。少々お待ちください。せっかくのファンタジー世界だ。できるだけ自由を謳歌したい。召喚士のことは隠していこう。お待たせいたしました。こちらがギルド賞になります。ケルビンさんは登録したばかりですので F 級からのスタートとなりますね。ギルドでは様々なところから依頼を受け付けており、依頼をランク分けして冒険者の方々に掲示しています。つまり今は F 級の依頼しか受けられないということなのでしょうか。一つ上のランクの依頼までなら可能です。でも依頼を失敗しますと違約金が発生するので注意してくださいね。ふんふん、無鉄砲に上位ランクの依頼には手を出せないってことか。依頼を連続10回達成しますと冒険者ランク昇格です。達成する依頼回数は上位ランクのものでも同数とします。ただし C 級の昇格からは試験がありますので気をつけてください。はい。初心者に手頃な依頼はありますか。そうですね、こちらはいかがでしょう。ブルースライム3匹の討伐、薬草の採取、飼い猫の捜索特殊依頼か。あなた様、手始めにブルースライム討伐依頼で契約をしてみてはいかがでしょうか。初めての召喚術にはうってつけのモンスターですよ。考えることは一緒か。俺も早く召喚術を試してみたいんだ。もちろん人目につかないように。ブルースライムの討伐依頼を受けたいと思います。こちらですね。かしこまりました。あと、ありがとうございました。ウッドロットですね。物理的攻撃力は皆無ですが微弱な魔力が宿っています。
魔法の助けにはなるでしょう。さあ、これで持ってた金はほとんど使っちまった。今日の宿代のためにいざ参る。パーズに来た時は森から道沿いに歩いてきたからか、はたまた運が良かったのか、モンスターには一度も出会わなかったしな。ブルースライムですね。あなた様、試しに鑑定眼を使ってみてください。見えた。これが鑑定眼か。対象のデータを読み取ることができるようだ。あなた様の鑑定眼は S 級、生物であれば100レベル上の相手まで、アイテムは S 級まで鑑定可能です。大抵のやつには有効じゃないか。待て、俺がステータスを見たときは鑑定不能になっていたメルフィーナのレベルは100を超えてる。一応神ですので。やれやれ、俺はメルフィーナを召喚するために MP をいくら消費すればいいんだと。話がそれた。まずは目の前のブルースライムだ。まず召喚師としての契約を成功させたいが、どうするか。対象の同意があれば、あとはあなた様の意思で可能となります。同意が必要か。スライムと会話して同意させればいいのだろうか。言葉を理解しないモンスターであれば、倒さない程度に攻撃して弱めるといいでしょう。そこで契約を発動させれば、あちらから同意してきます。仲間にしてほしそうにってやつです。メルフィーナさんはゲーム知識も豊富のようだ。魔法では倒してしまいそうだし、ウッドロッドで戦うか。ちょっと油断した。マジか、スライムって最弱モンスターで簡単に倒せるんじゃねえのかよ。ヘイヘイ、どうした、来いよとか言ってそうですよ、このスライム。こいつできる。魔法で、いや、ダメだ、倒しちまったら契約できない。スピードがあるわけじゃない。こいつ意外と器用に俺の攻撃をかわしてるんだ。その動きに対応して打ち込めば。あれ、まだだ。どうだ、残り HP3。 へへ、やったぜ。契約してみるか。手をかざしてみてください。体から何かが抜ける感覚がするぞ。これ大丈夫か。魔力を大量に使った影響でしょう。契約には成功失敗に関わらず、残り MP の半分を消費します。そういうことは先に言ってくれ。まあいい、契約は成功か。おめでとうございます、契約は成功です。これで成功なのか。今回契約したモンスターには名前がまだありません。あなた様がつけてみてはいかがでしょうか。うん、よし、今日からお前の名前はクロトだ。これからよろしく頼む。なんだ、クロトの感情が直に伝わってくる。これは喜んでるのか。意思疎通は言葉を介さずとも可能です。配下同士でも大丈夫という安心仕様なのです。さしずめ配下ネットワークとでも名付けるべきか。
戦闘にも役立ちそうだ。次は召喚だな。さっきの契約で MP を半分使ったとしたら残りは10。足りるか？このレベルのスライムであれば大丈夫です。来いクロト。キエー。ふぅ、一つ目の目的は達成した。いよいよ討伐依頼だな。クロトに同族殺しをさせるとは、あなた様なかなか鬼畜ですね。何？スライム族は強者が弱者を吸収して成長するから大丈夫だって。クロト、無理しなくてもいいんだぞ。分かった分かった。倒した相手を吸収するのは問題ないが、討伐の証拠として今回はスライムの核は解体するぞ。緑魔法を試してみよう。クロト、俺が一匹を魔法で攻撃するからもう片方を頼む。お前の戦いぶりを見せてくれ。魔力供給による強化が施されている今なら通常のブルースライムに引けは取らないはずだ。緑魔法についてはメルフィーナから初歩的なものをいくつか教えてもらっている。クロトの契約と召喚であと一発分しか MP はないのだが、回復アイテムもあるのだ。スライム相手ならなんとかなる。ウィンド！クロト！よし！しかし、契約前とクロトのスピードが全然違うな。S 級の召喚による強化ですと、全ステータスにプラス100の補正がつきます。え？お、強くなりすぎだろこれ。召喚士が国から重宝されるわけだ。レベル1のスライムを配下にしてこの強さである。少々訂正があります。 S 級召喚術を所持しているのは現在あなた様だけです。他のウゾウムゾウは B 級 C 級がせいぜいで、その強化値もプラス10から20程度ですよ。マジか。レベル1でこのスキルを所持するのも十分反則だな。なんだ？キキッキッ。何？向こうにいたからやっつけちゃった？おお、ナイスクロト。キキッ。これでブルースライム3匹の討伐を達成だ。お疲れさん、クロト。あなた様も初の契約と戦闘お疲れ様でした。依頼報酬も手に入ったし、これで今日の宿と飯はなんとかなるか。最初からもっと大金持たせてくれれば装備ももっといいの買えたのにな。あなた様、それではこの世界で成り上がっていく工程が楽しめませんよ。むしろ初期装備を購入できる適度なお金をしっかり考えて持たせておいたのですよ。へいへい。さて、ギルドのハンジェさんおすすめの宿はこっちかな。ん？奴隷商のようですね。奴隷か。召喚にも枠があることだし、パーティー増強のためにいいかもしれないな。いやはや先日素晴らしい商品が手に入りましてね。見てください、エルフです。おお、めったに里から出ない希少種ではありませんか。少々痩せ細ってはいますが、エルフは皆美形と言いますし、磨けば光りそうですな。まあ残念ながら今月のハーフエルフではありますが、運よくこの値段で仕入れましてね。精霊家庭、ここで間違いないな。新人冒険者のお財布事情にも優しいアンジェ一押しの宿屋らしいですね。いざ。
こんにちは。おっと、お客さんかい。精霊家庭へようこそ。一泊お願いしたいんですが。はいよ。気に入ったら次も泊まってくれると嬉しいね。アタシャクレア、よろしくね。ケルビンです。ここの料理はとても美味しいと勧められてきました。いいタイミングできたね。ちょうど食事の用意中さ。腕によりをかけて作るから、まずは部屋で休んどくれ。予想はしてたが、風呂はないんだな。お風呂は王族の城、貴族の屋敷でもない限りありませんね。庶民は水浴び、もしくは湯で体を拭くのが一般的です。はあ、日本人に風呂なし生活はきついぞ。いつか風呂付きの家に住んでやる。この世界に来てから飯食ってなかったからな。いい匂いがしてきましたね。さあ、異世界で初めての食事を楽しんでみるとするか。あなた様、一刻も早く私の召喚ができるレベルに成長してください。人の世の食事、久しぶりに私も味わいたいものです。おう、任しとけ。さあ、召し上がれ。うわぁ、うまそう。こうして俺の異世界生活が始まった。声だけ聞こえる女神メルフィーナとブルースライムのクロトが今の俺の仲間だ。この先どんな仲間や強敵に巡り合うのか。ケルビンになる前の俺、お前が選んでくれた召喚師のジョブ、きっとこの世界で役に立ててみせるさ。Good night.